はい、でも皆さんこんにちは、こんばんはございます。もちゲームズのもちですね。今回なんですけども、ダルビッシュセレクションについてね、動画撮りたいなと思います。ということで、ダルビッシュセレクション昨年のね、まあ、ダルセレ2023年をね、振り返りたいなと思います。今後歴代のダルセレとかね、また違う系の動画も出していくと思うんで、もしよかったらね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。まあ、最近ね、毎日動画投稿してるんでね、コメントとかもしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。それでは本編どうぞ。ということで、ダルビッシュセレクションなんですけども、まず登場日日に関しては、昨年はね、10月25日ですね。毎年ね、10月11月ぐらいに登場していて、2020年だけね、まあ、普通のセレクションの時なんで7月とかだったかな、夏に登場していたんですけども、2021年からね、3年連続で10月11月に登場してるんでね、今年も登場するならその時期に登場してくるんじゃないかなと思います。まあ、10月下旬からね、11月最初あたりに登場する可能性はね、高いかなと思います。ダルビッシュ杯か、今年もね、ダルビッシュ杯があったんで、ダルビッシュセレクションもね、まあ、おそらくですけどもね、出る可能性は高いんじゃないかなと思います。まあ、2020年のみね、普通のね、セレクションの背景なんですけども、2021年からはね、まあ、ダルビッシュセレクションの青い背景になっていて、この背景もね、めちゃくちゃかっこいいなと思います。まあ、あとはね、ダルビッシュ選手に関しては毎年ね、違う能力で登場していて、ワールドスターとは全然違ってね、まあ、毎年それなりにすごい強いね、ダルビッシュ選手が登場しているんでね、今年もね、また新たなダルビッシュ選手をね、期待したいなと思います。ガチャシステムに関しては、30連目で S ラン確定、ダルビッシュセレクションので、60連目もダルビッシュセレクションの S ラン確定、90連目もダルビッシュセレクションの S ラン確定という形です。まあ、あとね、ルイッキーでの獲得もあったりして、最近ではあとミキサーか、自チームミキサーとかもあるんで、5枚ね、ダルビッシュセレクションの S ランクを集めれば、一応好きな選手を1枚取れるんですけども、累計と90年合わせてもね、4枚しか確定で手に入んないんで、まあ、確定外からね、1枚ね、入れるしかね、まあ、方法ないんでね、まあ、結構ガチャシステム的には厳しいのかなと思います。まあ、逆に言うとね、まあ、90年の中で1枚だけね、ランダムで引ければいいんで、まあ、そこをね、引けちゃえば勝ちなんですけどもね、また単純にね、まあ、ダルビッシュ選手、2チャームだけね、2人、ダルビッシュ選手ともう1人登場するんで、まあ、13人なんですけども、まあ、13分の1の選手をね、待たなきゃいけないんで、まあ、普通のね、OB とか TS よりもね、1人分ね、まあ、ちょっと人数が多いんで、そういった面ではね、ちょっと厳しくなってるのかなとは思います。ということで、まずダルビッシュ選手ですね。ダルビッシュ選手に関してはね、昨年はね、まあ、WBC もあったんで、まあ、サムライバージョンのダルビッシュで登場していてね、この写真がね、なんと言ってもかっこいいなと思います。まあ、あと制球とスタミナに関しても、一応ね、まあ、オール A 同士も狙えるんですけどもね、称号がね、つけなきゃいけないのと、まあ、あと A ランクの配布はね、最近毎年あるんでね、そういった面でやっぱダルビッシュ選手は本当にね、限界突破とか、まあ、あと称号とかもつきやすいですし、あと複数体持ちとかもしやすい選手なのかなと思います。そしてね、変化球なんですけども、ツーシームが B、 ストレートも A ですし、あとシンキングがあって、あとカーブがね、ちょっと普通のカーブとは違うカーブなんで、結構ね、打ちにくかったりもします。あと、スライダーも斜めスライダーだなんでね、まあ、結構強かったかな。まあ、あと、中継ぎ適性もあるのはいいかなと思うんですけども、なんといってもね、特殊能力にエースの風格というのがありまして、まあ、リアタイだとね、まあ、2イニング目から変化球、まあ、タイピンみたいな感じですね、になるんで、本当に強いのかなと思います。初回さえ抑えられちゃうのがね、本当大会とかだったら完全に強いと思います。まあ、結構出た当初はね、あんまり強くないって言われてたんですけども、僕もね、この1年使ってみて分かったのは、めっちゃ強いです。はい。僕、その前はね、このダルビッシュ選手、2021年のね、ダルビッシュセレクションのね、ダルビッシュ選手使ってたんですけども、まあ、このダルビッシュ選手はね、まあ、リーグ的にはめちゃくちゃ強いんですけどもね、まあ、リアタイ的にはね、まあ、ツーシーム、A、スプリット、まあ、あと決め球っていうかね、他の変化球がちょっと厳しいなっていう印象です。ちょっと中継ぎもね、投げるんですけども、まあ、使うなら中継ぎかなって感じですかね。まあ、あとその一番強いダルビッシュ選手はね、この2年前のダルビッシュ選手が一番強いのかなと思います。通信 B ですしね、スラカットありますし、スラーブもあるし、あと特殊能力もね、タイピン持ってるんで、このダルビッシュ選手ほんとね、僕もね、対戦したらめちゃくちゃ嫌だなって思います。まあ、このダルビッシュが一番強いかな。まあ、あとこのダルビッシュ選手、まあ、最近あんま見ないですけどね、このダルビッシュ選手もめちゃくちゃ強かったですね。初代セレクションの方ね。まあ、このダルビッシュ選手、2023、そして2020、そして2021かな。まあ、あとワールドスターに関してはね、やっぱちょっと厳しいですよね。うん、ワールドスターはもう、
写真変更用なのかなと思います。写真はねめちゃくちゃかっこいいですからね、今年も登場しましたけども、まあ今後ねダルビッシュセレクション今年ねマジで期待したいなと思います。ということで続いてなんですけども、昨年ね登場した選手を見ていきたいなと思うんですけどもね、まあ画面貼ってあると思うんですけども、まずなんといっても野村選手かなと思います。野村選手ね過去とねちょっと能力変わって登場していて、ミートがね3アップして2かアップしていて、パワーはね3ダウンしているんですけども、まあ裏捨ては変わりなくなのと、あとアーチストのままで登場していました。まあアーチストのキャッチャーって本当に珍しいんで、野村選手ね本当に強いなと思います。田淵選手とね野村選手しかいないと思うんでね、野村選手今年 OB でも登場してほしいなとは思うんですけどもね、まあダルビッシュセレクションで獲得できたのは熱いなと思います。まああとね結構強い選手めちゃくちゃ多かったんですけども、ウィリアム選手かな、ウィリアム選手はね強かったですね。出た当初はねそんなに強くないかなと思われてたんですけども、まあ、後々にね本当に強いになったことをね強いことに分かってしまってね、大会とかではかなり無双したかなと思います。まあ、それこそね球種はまっすらとスライダーとツーシームしかないんですけども、特殊能力にね超タイピンとね存在感があってね、いやめちゃくちゃ強かったですね。球威も高いですしね、まあ、あと固有フォームもねあるんでね確か、いや本当にね打ちにくかった今でも僕ね登場したら嫌なんでね、いやこの当初はね本当に全然強くなかったと思われたんですけどもね、今年ね今後またね登場してほしいなと思います。それまでの登場は2018年になった、だったんでね、まあ、しばらく登場しないんですかね、持ってる方はね本当に羨ましい限りだなと思います。まああとねヤクルトの飯田選手とかはね本当守備要員としてはめちゃくちゃ強いですね。守備適性 S も乗りますし、センターレフトで A ってなかなかいないんでね、いやめちゃくちゃ強いなと思います。まあ守備要員でね入れたい選手の一人ですね。まああと沢村選手かな、まあ野台とかねプロスペ的には厳しいんですけどもね、あの沢村英二選手が登場したりもしましたし、まああと村田選手とかも結構強かったかな、あと前田選手もね能力変更されていて、ポジションがね確かレフトしかできなかったんですよね。まあそれがちょっと厳しいんですけども、一応ねミッパ A 同値ですし、まあ、裏捨ても悪くないんでね、まあ、結構いいのかなと思います。まあ、レフトも誰か使うか迷うところですしね、まあ、ただ走力がねそこまで高くないっていうか低いんでね、まあ、思ったよりね守備範囲は広くないのかなと思います。やっぱ走力値とね守備の能力値をね足した数だと思うんで、まあ、そう考えたらねちょっと低いのかなと思います。あとセンターとライト適性もねつけて欲しかったんですけどもね、例年だったらやっぱライトがメインで、ライトセンターね B でねライトも A 乗るんですけどもね、ちょっとこの査定はねパワー上がってますけどもねちょっと厳しかったかな。査定年度がね全然違うんですかね、全然違うのか、ほんと27と34だから全然違いますね。今後ねライト適性メインの方で登場期待したいなと思います。まあ、っていう感じでね結構去年もね強かったんで、まあ、その前ももちろん強かったですし、やっぱダルビッシュセレクションね本当やっぱダルビッシュ選手がねまずねリアタイプロスペースやってるんでね、まあ、本当にそういった面ではねダルビッシュセレクション本当にリアタイ的にはねかなり期待できるかなと思います。はい、ということでどうだったでしょうか。今年はねなんか大谷セレクションも登場する可能性もありそうなんでね、まあ、マジで期待かなと思います。まあ、ダルビッシュセレクションね皆さん聞きますかね。この後ほんとね9月10月11月12月1月とねもう激アツなガチャもめっちゃ来るんですよ。まあ、正直ね前半シーズン結構渋かったんですけどもね、まあ、こっからは一気に熱くなってきますし、あと交換会とかもねあるかなと思うんでね、まあ、プロスペース盛り上がっていくかなと思います。多分コナミさんに期待です。ということで、まあ、ちょっと雑談しようかなと思ったんですけども、まあ、話す内容はあんまないかなあんまないですね。はい、あ、そう、水なんかね、水1日2リットル飲んだらさめちゃくちゃ肌にいいって聞くんですけど、それ本当なんですかね。めちゃくちゃ言われてますよね。あの、最近ちょっと水めっちゃ飲もうかなと思って飲んでますけどね、なんだっけ、水道にね、あの除水器だったっけつけてないんでね、めちゃくちゃそれ欲しいなと思ってます。はい、ってことでめちゃくちゃ水飲みまくろうと思います。ありがとうございました。